はい、こんなところをねずっと登って足柄峠を越えて、まあとりあえず、伊豆箱根鉄道の大湯山駅を目指したいと思って今歩いています。まあ、できればね、小田急線の足柄駅まで行ってみたいですけど、まあ自分の体力と相談しながらゆっくりとね確実に向かっていきましょう。舗装された、まあ山の中の道なんですが、まあここをしばらく歩いていって、足柄峠の頂上までね行けるということで、で今工事中なのかな何か。この空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はたれかせ行きたい。神奈川県境まであと3キロということで、まあ、この乗り換えは、まあ、静岡の範囲はそんな広くないのか、神奈川が大半か。はい、このような、交差点といいますか、まあ、こういう分岐のところにかかったんですが、ここは足柄乗り換えにおいては結構有名なトラップで、間違えてあっちの方に行ってしまうとダメ、こっちが正解です、ね、まあね足柄峠って書いてあるんだけどさ。でちなみに小田急の足柄から来た人はここからこう来てそこを曲がるっていうね。はい、富士山、富士山。はい、神奈川県突入しました。神奈川県は南足柄市で、まだしばらくこの一本道を歩いていくというか、あれ峠越したのかな、もしかしたら越したのかもしれない。自転車かバイクの人が多いですね。ツーリングの聖地っていうの、聖地とまではいかないのかな、まあこの辺はそういうのがねいいっぽいですね。でこのルート唯一のトンネルである地蔵堂トンネル、ここをこの中を通っていきます。割とね整備されていて、まあ歩きやすいっていうか安全ですね、明るいし。でもさ、こういうトンネルを歩くのってなかなかないよね。結構声響くよこれ。あっあっあっ、はあ疲れた。もうすぐで伊豆箱根鉄道の大湯山駅前に着きます。もうだいぶ来たんだね。はい、大湯山駅に到着しました。はあ、ちょっと休憩したいけどベンチないかな。ベンチ あった、ちょっと休憩してこう。はい、10分くらい休憩したので再開します。あとはこの通りをねずっと行けば、これが大湯山線と並走する形になるので、ずっと行けばね足柄の方に行けるので。はい、小田原市、小田原市に入りました。はい、御殿場線の、松田駅以来の踏切を今渡りました。この踏切を渡るっていうことはもうそろそろね、通り大通りの名前がわからないけど、そこを、右折すれば間もなく足柄駅。あ、電車来たな、ちょっと撮っていこうかな。
野球戦だよ。忘れちゃったよ。はい、小田急線の下を通ってどこら辺かな。まあ駅は近いはずです。はい、500羅漢駅、このマンションみたいな感じの駅なんだけど、そうだな、あ、次の横断歩道を渡ろうか。はい、ここを渡りますね。ここ信号ないんだよね。よし。はい、そこが足柄。はい、ゴール。はい、おめでとうございました。お疲れ様でした。で、今の時刻が12時55分で、で、向こうの足柄を出たのが、7時50分ぐらいだったので、だから8、90、だいたい5時間ぐらいでしたね。まあ5時間で行けるなら、まあそんなもんか。はい、というわけでお疲れ様でした。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 